の同級、今回の武井正幸の同級ゲストは田淵浩二さんです。よろしくお願いします。お久しぶりです。すごく僕は田淵さんに芸人の時もう講師ともどもお世話になったら忘れておりません。一番僕興味があるのは、田淵さんの独特のホームランの角度ってあるじゃないですか。あれっていうのはいつ頃からああいう角度で打球が飛ぶようになったんですか？初めて飛ぶなと思ったのは高校の3年の時ね、西岡っていう合宿場で、ちょっと雨の降る日にね、監督からランニングさせられたの、で私協力体質だからあまり好きじゃないんですよね、ランニングは。それで風邪をひいて2日ぐらい休んだんですよ。それで3日目に出た時に、ライバルのキャッチャーが投げてくれて、そしたらボール飛んだの。それは何も考えてない。今のは力も入れないで、何やこれ。あ、そうか、力がなくてもインパクトでさえ、100% 打てば、ピンポン玉のように飛んでいく。飛んでいくんだ。それでね、林があるんだよ。9.7 メーターのぐらいのそこに林があるんですよ。でそこに馬場があるんです。馬場って吉永小百合さんがね、よくね、サバスナ時代、そこに馬場に来たというね、そこまで飛んでったというね。あ、そうなんですか。だから、俺のホームラン人生はね、そこから。高校から高校3年生。その風で体調崩して。そう。怪我の効果。で、力を抜くってのは抜いて、入らない。力入らないから。入らないから。それでこういう。もうこのタイミング。意識してこんなことして、こんなことある。ボール上げるっていうね、自然にね、そうなんですか。ただね、俺はね、腕力ないけどね、二の腕はそこそこ。あ、こうですね。二の腕で、腕力で打つんじゃなくて、二の腕でこう手首で。こうですね。だからね、まあ、恩人っていうのはね、エナジー豊かなんだ。エナジー豊かなんだ。え、タミさんは手首を強くしたんですか？そうか。あいつが。なんでですか？キャンプ1年前44年の、キャンプ高知県の、知ってるね、萩で。あいつ俺が下、2つ下なんだよ。下ですよね。もう先輩で背中を。田淵さんのこと、ブチブチしてる。だからあそこまで行ったんだよ。でね、私はね、マウンドでね、受けたの。そしたらね、パーンってね、部屋にあるね、ミットに入るよ。じゃあ、ストライクはボールになるよって言われた。あ、それこの間エナさん聞きました。言った。なんか動くって、ミットが。言ってました、言ってました。言ったよ。あ、やっぱりプロのボールは違うなと。いやでも、初めて取った時はそれぐらいやっぱすごかったんですか。エナさんの。学生時代のありえない。ありえないボール。ありえないボールだって。で、村山さんがいたよ。バーンって動く。動いたらダメだよ。それからね、宿舎でね、左手だけね、鉄アレで毎日来れた。バッティングじゃないんで。バッティングじゃないんで。バッティングじゃないんで。こうやって、それでバッティングに生かされた。あ、そうなんですか。そう。でもね、いつも攻めを作るとね、2000字こっち長いの。あ、それはね、僕は田淵さんに、3年目3番打った時に、ご褒美でスーツを作ってあげるって言われて、大阪の久美田さん。ああ、お前も覚えてる。覚えてるよ。久美田さんっていう。まだボケてない頭。ボケてないでしょ、田淵さん。田淵さん連れて行っていただいて、その時に、その久美田さんが、久美さん、田淵さんのジャケットは、左腕の方が長いんですって言うんですよ。え、何なんですかって言ったら、手が長いんですよ。このぐらいね。らしいですね。でも実際その、手が2センチ長いってのは、今ちょっと後ろの手を大切にしろって言うじゃないですか。まあそうね。でも、どっちが食べたら前の方が。前ですか。だから、押す力も一緒だけど、やっぱり人間っていうのは、伸びた時って一番速い飛ぶよね。何でも。こうじゃダメなんだ。こう言ってからですね。そうそうそう。だから、いかにくっついてる時間が長く長く左手でバーンって。運ぶような。それとも、まあ、影もよく知ってるけど、左脇が絶対に上がらない。そうですね。それが45度に。田淵さんから僕らは30度ぐらいに上げようと思いますけど、45度ぐらいですよね。そうそうそう。だけどね、今は道路球場多いけど、当時、
上がったら風で逆風で返さない、ね、でも甲子園は運んでくれるじゃないですか、うん、あ運んでくれる、運んでくれた、それはスピンとか考えたんですか、そうそうそう、だけど右打ったらもう絶対入らない、入らないですもんね、だからセンターからのこの勝負だね、あセンターからレフトのこっち、だから左腕でアウトローを左腕で拾うっていう、あそうか、じゃあ田淵さんのそのホームランのポイントのベストポイントっていうのは、うん、真ん中よりなんか外目のボールを左中間ですか、そうです左中間、そう放棄でパッとこう吐くように、ああ吐くように、それでボールの中心線よりちょっと下ですよね、下打ってスピン、リンゴをねこう皮むくような感じでスピンスピン、あこういうふうに、はい、一緒ですよ、それ一緒です、そう、あそれで風に乗せるという、そうそうそう、でもね多分あの山口さんが山さん来られた時に、うん、インコースを打とうと思って、うん、いろいろこう左腕を縮めたりいろいろやられましたけど、3年やりましたよね、3年たっぷり、あの時ってのは、うん、やっぱインコースをさばくための、うん、僕らの幅を広げるという、それがなきゃ、ね、40何本も打ってないよ、あやっぱりあの、うん、腕を畳むようなあの、ね、難しかった、難しいですよね、もうね1年目ねこの人何を言ってんのかなと思って、ボールを押すんだって、そう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 、押すんだってボールに押すわけねえだろって相撲さんに会いました、ところが山さん あの理論というのは要するにフェードボールを打つ、こうなんですね、そうそう、バンカーショットなんです、そうあのレフト方向に行ったらこうやって入れるって言うんですよね、うん、 そうです、それをね3年目で初めて右肘を肩側で押す、押して、その代わし腰は早く開くんですよ、うん、肩は残って残して開けんですか、そう難しいんですよ、難しいですよね、一緒にみんな一緒についていっちゃうじゃないですか、こっちの肩開かんで腰だけちょっと開いてそうそうねじれみたいなの作るわけですね、そう、それで押してさーっと入ってきた時に40何本作る、あそうですか、俺は名古屋球場でね当時のね中日のね、まあ、あの大前から来た小野さんというピッチャーが、ね、はい、インサイドクッとファウルがなんか入ってきた、はい、これかと思ってた、あなるほど、まあ、山さんのおかげもあるね、その時のやっぱり最大のライバルってのは当然王さんになるわけですけど、まあ、王さんがいなきゃ俺何回言ってたじゃん、王さんの存在ってのは王さんがいなくてよかったよな王さんの存在なんて遠い雲の人だよ、あ、そうですか、うん、悪いけど俺もあんな狭い球場でやってたらなって思うこともあるじゃん、あります、あんなお前も知ってるけどあの広い球場でやろ、そうですね、風がこう吹いてよ、そうですね、だからもう868本なんだね、考えられない、でもね田村さんが王さんの役ってホームランを王さんの時取るわけじゃないですか、50年ね、あの時ってのは王さんに何か言われたようなことってあるんですか、いやライバルにねああだこうだ言うことまずないね、あただ俺印象深かったのはフォアスリー王さんハードに中島さん、それでね後楽園のねジャンボスタンドができた時に、はい、俺1本は普通で2本目3本目でジャンボ打った、はい、その時にね3本目打った時に王さんの顔見たらね絶対目合わせない、あそうですか、こうねグラブ壊してね土壊せる、あっ田口さん目合わせないですか、ほわって見たらあのやったら、田口さんはね合わせてみないんだよで、セカンドでサードね、長嶋さんがもう一手田口さんよ、ほんとはねってねもうあれから俺田口さんがファンになって敵でもいいプレーしたやつには褒める、なるほど、うん、それがもう印象的でね、でも田口さんって巨人戦に無類に強かったじゃないですか、それ仮面儲かるそういうことを言わないでください、いやそうなんだ、現実巨人戦に打ったら、お金上がるんですよ、昔の阪神は、僕ねあの現役の時に巨人戦に年間2桁ホームランを2回やったのは田口さんしかいないと、阪神なんですよ、あそうなん、そうなんですって、うん、でも優勝した時に3回目が王手かかったんですよ、9本だったんですよ、ああそれでバッティングピッチャーの方にかける、うん、巨人戦で10本以上を打ったのは田口さん2回しかないんだと、お前今年10本これクリアすれば3回になるんだよと、あそうなの、で田口さんのことになるよ、僕も全然知らなかった、俺も知らなかった、だから僕田口さんのその巨人戦のそのいいとこでのホームランってのはめちゃくちゃ印象強くて、なんで
この人は巨人戦に強いんだろうな。それはね、あの強さ、言わんだけどね、性格的には俺、引っ込みじゃないよ。まだそんなことないね。いや、俺ね、今日初めてね、言うけどね、はい、俺、人見知りするんだよ。会う人しか喋る。だから、お前だから俺はこうやってさ、メラメラ喋れる。いや、だから、自己顕示欲が、巨人戦には湧いてくるわけ。だって4万人も入れたら、ね、もう舞台ではさ、俺が主役だった。そうです。見るな、長嶋さん、王さん、俺の見たかーっていう。なるほど。そういう気持ちもあるし、契約の時に、これで打ったでしょ。打ったでしょうですね。テレビ映ったでしょう。なるほど、なるほど。そういうのがね、掲載してます。そうですね、お二人が初めて会った時っていうのは、どんな感じですか？これは僕も、小料理屋を僕、家がやってまして。知ってるよ。行ったの。トムさん来てくれ。おやじさんですよね。まだ元気な親父さんで。親父が元気で。で、僕のおじさんが、当時の阪神の現役選手だった安藤さんという方と非常に親しくして、もらっててですね、そういう関係で田口さんと古澤さんも来られたんじゃなかったかな。いや、それはバーディーは。でも田口さんと写真撮ってまだありますよ。バーディーか？古澤さんもいたと思います。いやー、それはちょっと記憶ないけど、篠田さんね。篠田さん、トレーニングコーチ。そうそう、トレーニングコーチの方が、安藤さんと、ね、それと、ゴルフ、はい、千葉でやろうと。いや、じゃあ、今度はいい選手がいるから、影のね、いるから、ちょっとお店行って、という、それが最初なの。そうですよね。うん、こんな大きくて、僕まだ中学生ですか？中学生。はい。あ、中学生ですか？中学生。高校生じゃない、中学生でした。そうだよ。すごいなと思って、憧れですよ。一つ聞きたいのにさ、巨人の星じゃないけどさ、下駄履いて。鉄の下駄履いて、マジ。それは本当です。あ、本当か。本当です、本当です。それは鉄の。いやいや、鉄の下駄は足腰を鍛えるために、ドラマの柔道一直線のドラマがありまして、その主人公が鉄の下駄を履いて、足腰を鍛えるんだ、うん。で、うちの親父が鉄の下駄を買ってきて、これを入って銭湯行きなさい。そういうの田中知ってるんですよ。聞いたんだよ。それが最初。だから中学生。それを最初聞いたのは初めて。はい。で、何度も新潟で生まれたの。おふくろの実家が新潟なんですよ。で、俺初めて、あれ、なんでこれ新潟？だからおふくろが僕を産むために実家に帰って、ああ、2歳ぐらいまで新潟で僕育てられまして、それで千葉に戻ってきて、はい、田中さんと中学校でお会いして、だからまさか僕は、そのプロ野球選手になれると思いませんから、その田口さんという阪神に入るなんて全く思ってなかった。七四郎時代は、はい、名前が全然知れてなかったの。まあちょっとですね。そうだろ。背が小さかったんですよ。170なかったので。うん。で、そんなにその、なんて言うんでしょう。ホームランをガンガン打つようなバッター。いや、最初俺もそう思った。アベレージヒッターだね。そうですよね。だからそういう意味では、そのプロ野球の球団の方たちが注目されるような、うん。だって6位だもんな。6位です。6位だもんな。テスト受けたんですか？知ってるよ。で、俺がね、最初にこれはいけると思ったのはね。あ、そういうのはあるんですか？あるよ。ありがとうございます。オープン戦で、日生球場で、センター、レフト、ライト3本打ったの。打ちました。あ、これはね、ちょっとタバコじゃねえなと思った。そうなんです。その時初めて掛布というバッターのイメージを湧いたのは、その時だ。ただ、ホームランバッター。いや、僕は全然僕も思ってませんでしたし、まさか1年目から1軍に選ばれると思ってませんでしたので、当時の監督は金田さんでした。松井さんな。はい、うん。金田さんという監督の時、田口さんたちはあまりよろしくない関係だったんです。全然よろしくなかったね。よろしくなかったですよね。俺はね、与党の熊さんでしょ、村山さんでしょ、それから吉田さんから、で、金田さん、うん。よろしくなかったんですか？よろしくないほどでもねえんだけど、ちょっと変わってたんだね。そうですよね。だから僕、プロ野球に入って、もう名古屋遠征行った時に、なんかもう監督を出さないからどうって監督のやつなんか嫌になってるのを聞こえて、そうよ、すごい球団に入ってしまったね。いや、俺が最初に球団に入った時にお前はどっち派だって言われたの。はどっち派って政治の世界にはあるけど吉田派か村山派かって言われたの。なんですか？
分かるんですか。そういうなんかこうチームの派閥じゃないんですけど、分かったんですか。私はね、高校大学とね、松永玲一監督に教わってね、はい、7年、なんてプロって練習がね、こんなぬるいんだろうと、なんでこんな簡単、まあ、これで大丈夫かっていうぐらい、そんな時代だったんですよ、タイガース。だから優勝するはずないんだけど、ね、2位ばっかりなんだよ。そうですよね、ずっと万年2位でしたよ、ね。俺、10年でさ、6回2位なんだよ。あ、そうですか。2、3、4、5は全部やってる。でも最大のチャンスっていうのは僕が入る1年前の48年ですよね。それはもう未だに忘れない。129試合目に来年が中日ですよ。名古屋で、名古屋、名古屋で、あの時にですね、高橋さん、はい、上田二郎さんがめちゃくちゃ中日に相性がいいわけですよ。で、二郎さんが投げると思ってたら二郎さんじゃなくて江夏さんが先発だった。さようでございます。これはなぜなんですか。あの天国の彼さん聞いていや俺はですから、いや俺たちがあの当時バッティングコーチやってた、ね、あの方がね、名前忘れたけどパッと見て、あのスタメンですか、うん、メンバー表見て、メンバー見て、あ、岡本さん、あ、岡本さん、岡本さん、勇美さん、そうそうそう、はい、パッと見てもう一回ベンチ来る、あ、監督のところに帰った。で俺たちも、ジローが、もう、勝ってたんだよ。勝ってましたよね。うん、あ、ジローが投げて、優勝投手に江夏が。江夏にするんだと。俺たちそう思ったよ。はあ。そしたら、江夏って言って、あ、チーム全体がですか。全体が。それで負けたよ。4対2かなんか。負けましたよね。負けた。その時に伝説の巨人が新幹線で、名古屋球場の前を通っていく。そう。で、甲子園でのあの、暴動のような形で9対0でシーズンが終わるわけですよね。上田二郎が打たれて G エンドになって、ねね、巨人の王さんとか下田でバンバン殴られて、ね、そうですよね。よかったよ。で私は1週間家から出れなかったよ、ショックで。あ、そうですか。引き分けでも優勝。これはいまだにその二郎さん、江夏さんの先発を運んでのはもうミステリーだ。あ、そうなんですか。それはね、本当に金さんの真実聞かない限りは、金田監督の。監督の聞かないから。じゃあ、そうなったらいいから、ちょっと金田監督とギクシャクしたいなってのはあるんですね。そうだよ。だからおかしいだろうって。二郎だろうって。我々みんな思うわけ。それで、ピッチャー、星野誠一じゃん。で、打たせようとおっしゃったらしい。打たせようと。誠一じゃん、頼むでーす。それをセンサーから聞きました。まあ一応声で、頼むでーすって。わんわん。ヒューヒューなんか打てへんねん。力入ってんですか。で、俺が最初の2000ぐらいで1点取ってた。ほんで、こんな井上っていうバッターがさ、井上さん。ね、あれはホームラン打ち上がってな。で、池田が打ったライトの、ホームランってやつをよじ登って飛び上がってな。いろんなことがあって、お前、もうショックで負けてさ。あ、そうなんですか。で、高木森さんが、森西さんがセカンドで、お前ど真ん中打ってもいいよね。打てないチームに優勝なんかさせないでいいよって言って、あいつら本気になっちゃったんだ。ああ、なるほど。それ後で、あの、星野にね。ある程度、まあ、これもあれですけど、千さんという中日の全体も、阪神に優勝。うん、そりゃそうだろう、読売はいいだろう。そりゃそうですね。そうだ、中日の立場がすると、阪神優勝させるんじゃないかと。俺の人生、野球人生もあれ優勝したら変わってたかもしれない。優勝してたんですね。セーブ言ってなかった。あの時にね、2冠王ぐらい取ってるんだよ、打点王で。そうですよね。うん、だから人生、わからん。これも金田監督しかわからない。だけどね、やっぱりね、まあこういう話っていうのは皆さん知らないじゃん。知らないことです。だから、この YouTube、影の YouTube でもう、時間が経てばね、何でも喋る。まあまあそうですね、うん。時間が解決してくれることもありますからね。そういうことです。でも、いまだになぜかわからないっていうのはわからないわけね。もう、永久にわかんない。あ、そうですか。江夏に聞かなかったな、それ。江夏さんはなんかこう、球団に呼ばれて、優勝はするな、みたいなことを言われたよ。それなんでか意味はわからないではないんだよ。うん。球がわかるから。あ、勝ったらですか。勝ったら、まあ。だから勝つらですか。そうなの。それこそ江夏さん、食事するときにそんなお話したら本当ですかって、そういうところは昔のね阪神は方法にしてあったんだ。
あ、そうですか、うん、だからマネにいいでいいっていう感じなのよ。あ、じゃなきゃ勝ってますよね。勝ってるよ。もう自由ですよね。自由奔放でチームワークなく、ね、でもそれがまた阪神のいいところになりますよね。そうよ、まとめたら一つになるんですよね。分裂しようね。そうそうそう、まとめると書いてダメなの。遠井五郎さん私はお世話になりましたよ。私もすごくお世話になりました、ね、はい。まあシーズンを通して130試合毎日飲みに行ったんじゃないですか。今日私が同じ部屋でね、え、トイさんどうですか、トイさんと寝てたらグワーッといびきが出ちゃって、あの浅森さんにね、すいません、もうあのいびきに耐えられませんって、書いてくださいと。すいません、いやー仏の頃って言ったもんでね、トイさんはお世話になりました。うん、でも遠井さんっての田口さんよりも3つ4つ上ですか。上上、そうですよね。ですよ。でもその時も遠井さんって方も阪神でも中心4番、3番、4番、そうですね、カープランド、あ、カープランド、あと僕の入る前の31番、そう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 、はい。田口さんの4番を打つようになったのは2年目ぐらいからですか。いや、1年目の終わりぐらいじゃないかな。あの4番になられたんですか。終わりになった。で、新人王ですよね。新人王、あのね、キャッチャーでセ・リーグ新人王は俺だけなんだ。あ、そうですか。で、パ・リーグは藤田っていうね、阪急ブレイブっていう。ああ、いました、いました。うん、あれが、あれ、だから、キャッチャーでの新人王と2人しかいない。あ、そうですか。だから今さ、ロッテにさ、松川っていうんですよ。いらっしゃる。あれがもし、まあ、100試合以上出て、そこそこだったら、可能性ありますね。もう高校で出て、ね、ちょっといない。キャッチャーでですね。キャッチャーでいない。あの子は確かにキャッチングも含めて18歳の選手になりませんね、うん、顔が老けてるよ。老けてる、そうですね、そうですね。でもキャッチャーというタイプのポジションっていうのは、うん、やっぱりそのいろいろな野球を考えた時にやっぱりかなりしんどいポジションですか、やっぱり。いや、私は外野手だった高校時代。あ、そうなんですか。それで120人ぐらいの部員がブワーッと入るよ。はい。そうするとグラウンドがあったらさ、みんなさ、これさあ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、こういうのばっかり。何しに入ったんやって、高級も触れないし。はい、そしたら、はい、バッティングキャッチャー誰もやらないんだよ。あ、もう死ぬ嫌ですからね。汚れますけどな。臭いですしね。何なんどれもやんなにやって。で、座って立ってなんてやったことないんだよ。あ、いや、これだったら絶対ボール触れると。あ、なるほど。うん、みんな嫌がってることを待ってみたら、あ、ここが一番空いてるな。あ、ボールを触れる。触る。それから始まったのが俺のキャッチャー人生のスタート。え、キャッチャーさんのキャッチャーってのは、バッティングキャッチャーからなんですか。もちろんそうだ。ミットなんか持ってねえやん。それからもう、なんですか、あの、高校の野球キャッチャーをやるようになったんですか。だから監督が、松永さんが、うん、お、食べて、お前、この掴み方が、キャッチングが。キャッチングうまいからって、明日からバッティングしろって、初めて1年の終わり頃に、バッティングが始まります。そこがスタートなんだ。じゃあ田口さんの野球のキャッチャーのスタートそこからですか。ほら、野村さんみたいに生涯一歩ずじゃないんですね。急増キャッチャーなんだ。だから俺松永さんにね、野球の命からイロハの命から教わった。あ、そうですか。だから俺は遅れたキャッチャーなんですよ。あ、うん、で大学の4年間もずっと蹴ってる。4年間キャッチャー、うん、でキャッチャーだからは見える野球ってどうぞありますよね、配球だとか。まあそうだね、打たれればピッチャーになってキャッチャーの配球悪いよってこう言われる。言われますもんね、うん、だから大学入った時ね、俺1年からすぐ出してもらったんだよ。ええ、そう、先輩たちが、お前松永監督高校時代からの監督だから、あ、いろいろ言われるわけです。ヒーキで入れたもうレギュラー、それ聞いて俺はね、あの慶応戦で絶好優勝かかってたの。はい。ただ9回起死回生、ホームラン、これが初めて東京スポーツに私のサバチシート乗ったのがその第1号。あ、そうなんだ。第1号です。1号なの、俺かっていうね。1年生の時は何本乗ったんですか。何本だろう、22本中の5本ぐらい打ったんじゃない、3本。あ、そうですか。それから1年からキャッチャーやりだした。で、みんな認めてもらえるようになってきたんですね。そうですね。だけど合宿帰ったらきつかったよ。いじめですか。いじめが、正座2時間、はっと、はっと帰ったら、昔が殴られてありがとうございました。あ、もう、それは高校の私も経験しております。今やったらエレベーターじゃないですか。そうですか。なんで殴られてありがとうございました。その、大学の中で山本浩二さんもいるわけじゃないですか。彼はね、3年から合宿所に入ったから。あ、
一番シーンというのを経験してないでしょ、浩二さん。そうなんだよ。だから、富田、山本君も。知らなかった、これは。の2年か1年生のね、風呂炊き、便所掃除。合宿所にやったことないんですよ。浩二さんは。浩二さんじゃないですか。3年からなんですか。相手楽してんだよ。そうですか。うん。でも、富田さんって方どうだったんですか。3年くらい。富田さんも3年ですか。一緒に入ってた。だいい選手はね、外に出してちゃいかんと感じる。それで、合宿所に入れよって。でもそれが一番しんどいわけですよね。うん、そうそうそう。それで、明治には、星野さんという。そうですね。だから俺ね、大学時代24本打ってるけどね、一本もないんだよ。あ、センサーですか？一本もないんだよ。あ、そうなんですか？あの形相の顔見たら出んで。鬼の形相を見せたって。もう喧嘩打ってくるよ、ですか。だけどね、あの明治の4年間星野のね、島岡さんの話を聞いたらね、信じられないし笑うで、ね、ああ、そのなんて言うんでしょう、非常に厳しいらしいですね。ともう負けたら地面のグラウンドの神様に申し上げるって3時叩き起こされて、みんなマウンドにあって頭こすりしつけて、あ、グラウンドの神様、俺明治行ってたら苦にしないでほんまに。でも当時からその同い年の浩二さん、千さんなんか仲は良かったんですか、やはり。そうかもないですか。いやいや、明治と法政は合うんだよ。ああ。それで、あの、よくね、新宿のね、熊の子っていうね、はい、北海道料理屋さんがね、はい、明治の大ファンで、親父が。ね、で、試合が終わると、いつもそこにふわーっと、東大以外の選手がいる。東大は来ないで。で、優勝した選手は胴上げ滑るんだよ。そうなんですか。そこで星野とね、出会って、それで最後4年生の時に彼と初めて写真撮ったのは、いまだに俺のところの書斎にあるけど、法政明治のユニフォーム着て、あ、2人撮ってるんですか。神宮の横でこうやって、これが最初で撮った写真。あ、そうですか。でもこの4人の方っていうのは、皆さんプロに行かれるわけじゃないですか。そうですよ。これもすごいですよね。当時ね、あの時のね、ドラフトはね、もう大当たりなんですよ。うん、ほとんど 80% がね、1位の選手がね、もう1軍でね、活躍してるんですよ。あ、そうですね。アリとしかり。アリドさんもそうです。ああ、そうなんだよ。もう東山もいたかな。あ、東山さんがあの高校でなんじゃない？そうそうそう。そうだと思います、うん、で、巨人だけはね、島野っていうね、ブレイビー君。はい、はい、はい。亡くなっちゃったけど。はい、で、私もね、そのドラフト前にね、川上さんと会ったんだよ。で、田口さんは巨人にうんうんということでずっと報道されてたじゃないですか。当たり前じゃん。私はもう巨人の選手ばっかり持ってたから。川上さんも来られたんですか。川上さんと出会ったの。六本木のね、あの、赤坂の料亭で。はい。もうこれはもう、向こうだからね、地方だからね。どこ行ったら、あ、田口さん、よく来たね。君、あの、2番でね、日本を、取ってあるから、もうちょっとキャッチャーということですね。3番中島さん、王さん、要するに2番ですね。しかもキャッチャーですもんね。これはもう巨人、これは聞いたことなかったもん。もう巨人のユニフォームだと思って、そしてドラフトになったら阪神ですって言われた。そうですよ。なんでやねん。そう言わないで、ね、当時はドラフトはね、あの、くじをね、まず引くんだよ、もういろんな球団が、そしたらね、阪神が3番目だった、巨人が7番目だった、それで東映フライズが大橋っていうの、ショートの大橋さん、で次が山本浩二、浩二さん、うん、だからもう相思相愛や。で阪神は富田が行く。あ、富田さんに1回阪神行くだろう、行くだろうと、大阪のあれだから、はいはいはい、そしたら俺の名前が呼ばれたわけ、電話でね、田辺さん、あなたは阪神に指名されましたと、なんか友達で叩かれたようなね、もう一回言ってください。それから19年しかにこれもんですよ。あ、そうですか。うん、阪神とは、お会いにはならなかったんですか、うち、ん、が指名するよ。一言も喋ったことない。会ったこともない。喋ったこともない。え、指名の挨拶はなかったんですか。何もありません。阪神は、うん、はい。俺、当時知ってるのは、村山さんと稲津ぐらいしか知らなかったんで。で、7番目が、巨人。はい。うん、
だ巨人まで絶対指名がないだろうと思ってたわけですね。当たり前じゃん。田口さんの中には。ほら、あれだ、あれだ、ほら。他の球団が挨拶に来られたない。巨人だけですか？ない、そう。あったら。そう。でも気持ちは巨人ですね。もう当たり前じゃないですか。そうですね。もうやめた時点で巨人なんで。まあ、王さん、長嶋さんというね、素晴らしい選手がいたけど、で、7番目の巨人になった時に、島野って言ったんです。武装高校のね。はい。そしたら、後で、星野を見たら、俺のところに来たよと。巨人から。だから俺、パッと見た時、島野と星野間違えたんじゃないかっていうぐらい、ショックだった。あ、センサーもですか。そしたらその後の何番目かで中日が星野を選んだわけです。なるほど。その後で星野と会った時に、まあ、たまに来るなと。あ、巨人に対して、ね、巨人って言いながら、俺たちは敵だと。あの YG の日本を見たらね、燃えるよと。それから巨人に。それから。センさんが巨人に対するあのピッチングと、そう。タミさんが巨人戦に対するあのホームランというのは、ドラフトからしてるんですね。そういう企画があるんです。そういうことですか。そうそうそう。もう、あとあとよ。あとあとだけどね。星野はね、こう言った。プチ、お前、巨人に行かなくてよかったな。ああ。なんで言われるんですか。まず森さんがいるだろうと。お前潰されてるんだと。それと、王さん、中島さんの上は越せないよと。ミスターになったのはお前は阪神行った俺だぞと。なるほど。うん、あ、そういう、まあ、うん、そうですね。その時は、当時は憧れながら、うん、ああ、行きたかったなと思うけど、時間が経てば経つほど、阪神にあったからミスター、多分津波ミスターって言われたんだよね。そういう称号をいただいたの。ああ、でも、それはね、どのあたりから納得して気持ち切れた？いや、もうやめた後よ。あ、そうですか。なんだともう星野たちいつもこう喋る。あのね、これは余談だけど、巨人のユニフォームで、他のユニフォーム着た人が監督って絶対ないんだ。ないですね。あれ何年前かね、阪神になる前かな、後かな、巨人のね、監督になってくれて来たんですよ。あ、そうなんですか。これで。え？これ、2万円じゃないの。え、わかりますよ。20億やで。え？ 20億やで。本当ですか？これ言っていいんですか？2000万ちゃうで。それだけやっぱり渡辺さんがね、このオーナーが欲しいのを買ってたし。まあそれがね、まあボツになって。まあそれは本人、今天国に目線を聞いてね、お前なんで巨人にならなかったんだよ。俺連れてってくれたら、YG の言うのも聞けるだろうなって。笑い話をしながらね。あ、で、その時、小島さんは選択しなかったんだ、巨人という。潰されたんじゃね。あ、いろんなもの。そうそうそう。それで、大丈夫ですかね。もう時効やん。時効ですね。それで、あの、富田がね、巨人に来たでしょ。行きました。あの、張本さんが、なんか、はい、トレードで、ええ。で、大阪で会った時に、トレード、あの、富田勝る。決まったんですよ。ね、で、巨人おめでとう乾杯トミー、一回だけ俺に色紙に巨人軍って書かせてくれ。俺、巨人軍って書いてあるんですか？軍って書いて、トミーとお前ここに名前書いてある。タムさんが巨人軍って書いてある。軍って書いてある。俺のサインじゃないよ。なるほど、なるほど、なるほど。今何あの巨人軍だけ。一回だけ書いてある。色紙に。考えれば、田口さんの野球人生、プロの野球人生ってのは縦じまでよかったと。当たり前だよ。そういうことですね。当たり前だよ、10年。あの、デッドボールの時っていうのは、もう意識なかったって、田口さん言われましたね。あの、これ、まあ、車の衝突もそうなんだけど、衝突した時っていうのは人間、痛くも痒くもないんだよ。そういう意識を飛ばすな、そういう、もう全然、本能とかなんですね。バカンって、ペーンって飛んじゃうんですよ。だからもう痛いも何もない。さあ血が、ここから。耳から血が出てたって、あのマネージャーの橋本さんが今出ました。ボドロクと。普段もう人間ダメなんだ。もう終わりだと思った。皆さんだから、もう食べちゃ終わったっていう。山本浩二がそう言ってたよ。そうなんですよ、ね。当たった時に味がガヤガヤ来てね。あ、もうダメだと。これでね、球場に主治医のね、先生っていうのは絶対に上昇してる、はい。だからね、当時のね、60から70のおっちゃんがね、あの、しゃべりを聞いて。山さん、ダメです。それどうだ
聞こえてはいないでしょ。あとは聞いたんだよ、俺。あ、聞いた話でね。お前、こうやられたんだよって言われて。ダメだって言われた。ダメだよ、ずっと。俺、殺されてるんだよ。これで3ヶ月かかって、なんとか立ち直ったけど、で、当時ね、耳つきって、かけの時も耳つきあったよな。耳つきありましたけど、僕は耳つきは被ってません。被ってみたら。あ、それはね、年代的にね、被らないでいい。いい年代だ。それから、あれを。でも、田口さんのあのデアドールで、そうだよ。ルールが変わったってことですよね。あれができたら俺またできた。ああ。で、あのデアドールだと恐怖心じゃなかったんですか？あれができたらよかった。あ、これが。そしたらさ、巨人戦で二浦からまたデッドボール受けた。頭ですか？頭って、ごめん。ええ。そしたら、鼓膜が破れたら2回破ったんだよ。だから俺、右こう、手でこうやるんだよ。ちょっとこっち。あ、そうですか。それでね、明和病院という病院で、ね。あ、明和病院だ。懐かしいですね。そしたらね、ちょうど体調が良くなった時にね、二浦とね、広報担当がね、オンラインに来たい。はいはいはい。さすが巨人。ええ。結構。黄色い花だったんだよ。何持ってきたの？ま、何これ、菊の花じゃねえか。お前これ、お前の、この花じゃねえかと思って頭来てたら。本当ですか？もう、水場だろ。菊の花。お前、菊の花ねえだろ。これでまた巨人戦にほら思い出すんだよ。そういうこと作りまねえじゃねえだお前。本当ですか？ほんまやで。まあ、いろいろ、うよ、曲折なね。人生あったけど、まあ俺は一番、感覚と、さよなら寂しかったのは53年。3年ですよ。ちょうど10年目でな。そうです。新地歩いててな。そうです。お前覚えてるか？俺が歩いてお前後ろで。後ろで、後ろだと見えないから。タミさんだけが知られるから。お前ら最下位のくせにこんなとこで飲んでんじゃねえよ。そう、最下位だったの、53。最下位。俺も、お前後ろで分からないから。かけやな、後ろで。おい、かけ。お前な、トップになったらな、負けたらこういう風に言われるんだからな、しっかりやってくれよって言って、さよならした。で、私はセーブ行った。たぶんね、その時たぶん覚えてらっしゃることもわからないけど、お前は、俺とかエナスのように、途中で縦手のメニューを脱ぐなよって、そういうメッセージをね。うん、あったない。何年やった結局は。僕15年です。あ、いや、もう十分だ。もうお金にも切れない。で、多分そのトレード話っていうのは、どういう形で来られてきたんですか？これはね、そういうことはね、絶対忘れないよ。忘れないよ。11月に、ね、和歌山でね、和歌山でね、江本とね、江本さん橋本監督でゴールしてたんで、はい、それで家帰って、もう寝ようと思って、もうパジャマ着て、自分に過ぎてた。ねそしたらさ、電話かかってきた。阪神から。今、ホテル阪神来てる。おい、何時やねんって言ったら。夜中でしょ？夜中だよ、お前。夜中で動くの、ドラゴンしかねえだろ、って言ったら。それで行ったよ。そしたらさ、ホテルの前にさ、何十人のね、カメラが。マスコミ。もうバレとるやないか。あ、トレードしたいな。え、じゃあもうその、田村さんが電話かかってきた時に言ったら、決まってたってことですか？そういうことや。だから俺はもうトレードだと思ったから。こんな時にわざわざ呼ぶなんてことはありえない。これトレードだなぁと思って行ったら案の定、当時の社長が、田口君、トレードね、どうですかって言ったら、西武ライオン、はい、まだ見えじゃない、西武ライオン、はいね。新生ライオンの1年目が根本監督。根本さんですね。で根本さんが法政の先輩なんです。はい、で俺と古澤と、向こうが4人ぐらい前に。そうでした、前に。若菜さん。うん、はい。4対2でトレードした。はい。これで決定。もう何も文句言わなかったよ、俺。あ、そうです、わかりましたって。もうわかった、わかりました。あ、もう俺はこれ、阪神いろいろやってたけど、これ以上いいことない。もう気持ちをバッて。うん、切った。もう、だって、中身がごちゃごちゃの球団でしょ。ああ、もうそういう。だから、優勝しない方がいいって決めるわけない。そういう球団にいる必要ないと。思い出ができない。これ以上自分の中で。うん。じゃあ、かえってその、気持ちを切り替えて西武に行ったっていうのはあるんだよ。食べたらとって、良かったという。いや、こんなね、偶然じゃないけどね、新しい新天地でね。新しい球団ですもんね。堤義明さんというね、オーナーが。そりゃそうですね。ね。素晴らしい球団だった。だけど、
まだグラウンドもできてない。はい。アメリカのブラベントンっていうね、キャンプ地行って、40日も行って、はい、帰ってきたらオープン戦もない。ない。ないないない潰しで、ダントツ12連敗の再開で。阪神でやった10年の野球と、新しいその12連敗再開になった、まあ、セーフですけども、6年やって。でも、勝つは勝っていくわけじゃないですか。チームが出来上がっていくわけじゃないですか。これまた見っぽかったね。そうですよね。よかった。それ阪神の10年の濃いですか、やっぱり。濃い。全然濃い。3年間、根本さんが、チーム作りのため、選手を呼んだんですよ。呼びましたよね。集めましたよ、ね。集めた。これも根本さんのね、最高の手腕だった。人望があります。人望があります。当時ね、野村さんもなんだよ。あ、そう、野村さんもいましたもんね。野村さんなんかさ、ベンチいないでさ、コーヒーカップ持ってさ、だからバックネット型食わない。これが勝てないよなぁ、って。エナツさんも最後に言ってるんですね。そうですね。エナツもやったじゃん。やりましたもんね。で、3年間は、もう、5位、6位しかやらないわけよ。これはもう根本さんも納得されて、チーム作りを、そう。徹底してきたってことですか。はい、金谷兄弟な、松本さん、はいはい、森田とか、いろんな選手を、顔で、根本さんの顔で、いろんな。取ってきて。それで、3年目のね、シーズンオフに、ああ、俺、セーブなんか来てよ。ね、何の意味も思いもなく終わってしまうんだな、と。あ、思った。思ったよ、矢先。はい。私は、終わった後に根本さん、呼ばれましたね。はい。私、明日から練習しろよ、と。終わった後だよ。はい。明日か。大体1週間ぐらい休みじゃないですか。休みますよね。その時まだ言わないんだよ。そしたらさ、まあやるわな。広岡監督就任できたんだよ。あ、そうか、そこで広岡さんになるんだ。それを見たとき、ぶったまげて、俺も、東尾も、石毛も、そうだろう。冷徹という名前の持ってる広岡さんが来るなんていうのは、考えられなかったんですか。野球人生終わった。そう思うよ。これで何のために俺は阪神出てね。もう新しい球団として。何のために俺は野球なんだからって思いきや、広岡さんと出会って。変わりました。変わったね。これでは、いい出会いという見方が正しいんですね。結果論はね。結果論。結果論。はあ。だから、まあ、冷徹って言ったけど、名監督っていうのは、まあ、川上さんから始まる、腰野が始まる、腹のタッチャーもそうだけど、厳しくて、飴とムチをうまく使える人なんだよ。そうですね。広岡さんは、ムチばっかりで飴がなかったんだよ。逆にそれが良かった。だから俺、そんな厳しかったんですか？玄米しか食っちゃダメだとかさ、肉はダメだとかさ、本当ですか？もう、キャンプの食事療法から変えられたんだよ。お酒もダメですか？ダメだ。だから俺と東はいつも夜間の中にビール入れて、お茶碗で飲む。お茶のようにしてビール飲む。ダメと言われるとね、やめるんですよ。そうですね。ダメ。それで、広岡さんがね、最初に言った言葉っていうのは、ね、今でも忘れないけどね、広い部屋でね、一軍人合わせて80何人だから、で、ベテランが前に座るでしょ、これが東尾、石毛、太田、タクサ。タクサ。そうすると、第一声だよ。広岡さんがね、私が広岡達郎です。で、このチームでですね、最高級鳥がいます。この選手が守れない、走れない。どういうことですかって言ったら、どうしたことですか、いや、まま言わねえんだよ。走るなもんね。誰よなったら、みんな俺の顔、こうやって顔見たら、横目でこうやって見たら、たぶんさ、東、俺って言ったら、うん、強い。で、今度は、7回、8回までね、いいピッチングするけどな、姉妹に打たれるピッチャーがいるから、これ東です。東尾さんですか、うまい、うまいと思ってるけど、大したことないね。趣味のショートまでいい。意識で。それで、いつもケアばっかりしてな、包帯ばっかり巻いてる奴がいると思ったよ。たくさん。ボロクソに言われたよ。初めての言葉はそれですか？初めて。みんなガーッとなりますね。いや、もう頭かっかだよ。そうですよね。瞬間弱化式じゃねえよ。そうですよね。こんなことみんなが言いやがって。名前言うてるのかな。名前言わない。
みんなわかる。それでロッカーに帰って、はい、お前らあんなこと言われて腹立っただろ。俺たちじゃない。なりますね。ただお前どうしたらいい。お前簡単だよ、お前優勝すればいいんだよ。勝つしかないと。勝って優勝すればいいんだよ。それでお前な、胴上げ3回上げるだろ。4回も落とせ、落とせ。それが俺たちの合言葉だ。それで高知県のキャンプ行くだろ。東側が横にいるから。監督が、お前ノックマットでボールぶつけろってさ。だから監督と選手のね、争いなんだよ。でもそれはある意味、ヒロコさんの作戦かもしれない。もちろん、もちろん、もちろん。そうですね。そう。で、俺、やっと辞めた後に、なぜそういうことをするかっていうのは、ヒロコ流っていうのは、あ、選手が、奮い立たすには、ダメばっかりでダメなんだと。そういうことなんですね。うん、それで3年間やって、2年、日本一になる。なりましたよね。で、その後にお前、日本一になったよ。なりました。昭和60年。60年。西武を倒したのは阪神だけじゃないですか。そうだよ。そうですよ、あの時。俺、あの時解説してた。そうです。で、あの、レフト攻撃にホームラン打ったよ。はい、行きました。長崎打ったよ。打ちました、丸いホームラン。4勝2敗だよ。4勝2敗です。ああ、これで広田さん終わりだなと思ったらやめて、森政権がそこから始まった。また森さんと広田さんもいろいろある。何で言ってんだ、蜜月の仲良かったんだよ。らしいですね。すごいよ。俺と同じようなマンションでな、営業部だと早いから泊まるんだよ。はい。そしたらさ、俺、部屋に呼ばれて、あの、広川さんに呼ばれてた。森さんどうしたんですか？また女と電話、長電話してんだよって。女の取り合いでね、喧嘩になったんで。これ言っていいですかね。それはね、半分嘘だけど。まあ、だけどそうなんだよ。ああ。確かに広川さん僕ら60年で辞められたんですよね。そう。そうだね。ただあの60年の時、田辺さんが解説者で、僕バッティング練習の時、刑事の後ろに来て、うん、よかったなぁ、かけって言ってたから、忘れません。あの分野は今だよ。よかったなぁっていう。江那さんもそう言ってくれました。うん、だから俺59年に引退したから。はいはい。で、60年、61年に清原が入ってたんだ。だからですね。俺の最初の仕事は清原の1年目に、西武の時に、池袋で取材したのが1年目。清原。そういうことですか。その前にね、秋山って言われた。あれ素晴らしい。素晴らしいな、分からない。もう身体能力抜群。もう、ファームのマネージャーがね、タメさん、あんたもう抜かれるから、もう早くやめた方がいいよって言われてさ。でもそれでも、すごいバッター選手ですよね。で、秋山のお母さんに会ったら、タメさん早くやめてって言われて。あ、これはもうすごいわ。その通りだなと思って。あの時の優勝はね、4勝3敗のね、さよなら。あれはいろいろあったけどさ、はい、最初はね、あれだ、中日。はいはい。中日球場で、4勝2敗かな。はい。で、次4勝。あ、そうです。うん。そうです、そうです。それで最後に藤田さんの巨人とやって、そうです。4勝3敗で、はい。勝って、2年連続の思い出の日本一になったのが今の私の喋る財産になっています。だから過去も60年優勝したじゃん。まあ、そうです。タイトルも取ってるから、もう本当に在庫は引き出しがいっぱいある。ですから僕は田口さんだとか、うん、山本浩二さんと、まあ、多くの表彰式なんかがあったときに、田口さんも、浩二さんも、星野さんたちも、うん、皆さん優勝経験してるんで、うん、その、勝つ喜びというものと、負ける悔しさだとか、そういう会話をされてる中に、僕は入れない自分を感じるんですよね。まあ、勝ってないんで。あ、それあるね。ありますよね、勝ってないと。だからそれでね、すごくその田口さんの、なんかこう、なんとも言えない笑顔で、その浩二さんとか千さんと、いろいろ話してる、これをちょっと遠目でっていうか、こう近くで見るんですけど、あ、僕はこの話に、こういう顔で話すことができないんだと。やっぱプレイヤー経験として、やっぱ勝てなければダメなんだなっていうのも、うん、あの三人の会話、を聞いて感じた時もあるんですよね。その言葉はね、俺たちジャンボ大崎、同級生でしょ、はい、尾崎さん。はい。星野、小王子、ジャンボとね、はい、名古屋でよくゴルフやったんだ。はい。その時ね、今の話じゃないけど、野球で勝った時に盛り上がる時には、やっぱりジャンボは入ってこれない。そうですよね。そうそう。で、ゴルフに関してはね、もう、もう、ですけどね、もう100何勝。わかります。だから、
俺が終わった後にジャンボ教えてくれって、お前100年入って言われてな。あ、それはそういう悔しさがあるわけだ。野球の優勝の経験がないからですね。そういう野球の OB がそういう経験した人に対しては、やっぱり丁寧な。ああ、もうそんなことない。ジャンボはそういう点では偉いね。すごい、その、なんて言うんだろうな、感じ。だからもう本当に60年の優勝ってのは、まあ1回しか勝てませんでしたけど、やっぱいい経験ですよね。経験っていうのは生涯忘れない。忘れないですもんね。いい時の時も悪い時も悲しい時も笑う時も。そうですね。うん、で、トムさん、パ・リーグとですね、セ・リーグっていうのは、やっぱり野球って違うものですか？まあ、DH があるからね。それでも全然変わるものですか、やっぱり。まあ、当時は変わったね。変わってましたか、やっぱり。今からこそ、その、バントというのはね。はいはい。少なくなって、2番に強打者が。ああ、入れたりしますね。入れたりしてるけど、まあ、ピッチャーの変え方にしても、ね、はいはい。そういうのは繊細な。ああ、なるほど。しなきゃいけないと思うし、あのね、思い出にね、私が辞めた時にね、ドジャースタジアムで、ラソーダ監督、ね。ラソーダ、はい、はい。ちょうど、記者として行ってからね、ラソーダ監督、監督で一番難しいのは何ですかって言われて、はい、6回まで私は寝てるんやって。はあ、3イニングになったら7、8球になったら起きるんだって。あ、そこが勝負なんだ。そこが勝負。6回までも選手自由にやってやりなさいと。そうそうそう。7、8球、上がり3回がベンチの仕事だと。そうそうだ。なるほどな。ああ。ピッチャーの買い時、代打の送り方、守備位置の買い方とか。田口さんが大栄の監督をやられた時ってどうだったんですか？あれはね、選手がいなかったんだよ。はい。もうほとんど、近鉄に持っていかれてね。ああ、なるほど。はい。だから、ね、当時、星野がまだ中日の監督だった。はい。杉本というピッチャーね。あ、杉本、はい。そうだね。はい。頼んでくれよ、とかさ。へぇ頼み込んで。で、6、5を読んで終わったんだよ。あ、なるほど。6、5を読んだ。3年で、ドーム球場でやると思いきや、伸びちゃったんだよ。平和大の最後の年。なるほど。うん、まあ、それも。でも、監督3年間ってのは、これまた違う野球を経験させるんです。それはもう指導者と、コーチと、選手も。全部の野球をやられてるわけですよね。全くその通りです。それで、星野さんが、その、阪神の監督になられて、ヘッドで来られるんですけど、あの時のやはり田淵さんとか島野さんの、そういう存在ってのは、選手と星野さんの間に、必要な存在ですよね、当然。まずね、最初にね、2001年の11月のオフにね、はい、名古屋でゴルフ大会があって、で、コーチもいたし、はい、だからちょうどその時に、ね、星野が辞めたんですよ、はい、中日を。中日をですね。退団した。はい、だから早川っていうマネージャー、田口さん、星野さん呼んでなくて、おい、別にやるぞっていうから。あ、中日辞められた時に、もうやるぞですか。これゴルフだよ。おい、今日いい天気や。いやー、いいねって言ったら、あれやろ、島根に君だって、何があったの。あ、そうですか。その時初めて俺はね、島根日本に一緒に来るぞって言った時に、すぐ、なんでとか、どうしてとか、言わずに。何でか、分かったと。給料いくらだとか、一切聞かない。分かった。やろう。一年タクシーだ。はぁ。行きましょう。俺も久々に。縦島県。とにかく、お前を胴上げするために、俺はね、はい、脇役で、俺は。支えると。うん。たださ、周りの友達が、お前がなんで OB なのに阪神で日本に来ねえんだとか言うやついたんだよ。あのね、かけね、この、俺が、バックアップして、燃え立てるっていう性格を見抜いたのが、ジャンボ崎。あ、そうなんですか。ジャンボ崎。こんなもんはみんなに話さないけど、ジャンボ崎で喋って。無事、お前、監督がナンバー2の方が向いてる性格だなって言われて。ジャンボさんもですか。ジャンボが言ったら、こいつよく似てるなと思ってさ。あ、そうですか。そのイメージがあって。え、それはご自分でもそう感じることもあるんですか。俺、引っ込みじゃん、つっとるやねん。いや、ここにいる方、そうは思ってる方、誰もいないと思うんですけど。外見違うけど、中身は俺は繊細で。ああ、それは、はい。大手に出るのが好きじゃないんだよ。だから、ご自分でもそちらの方という思いは、まあ、キャプテンなら、なりたくはねえんだよ。俺はこっちで、申し上げてな。はいはい。やったなーっていうだけは、僕は好きなんだよ。じゃあ、最高のポジションで勝ったわけですね。最高のポジション。もう見事だ。2003年。じゃあ、すごい人を食べたとして、なんて言うんだろう。
いい仕事ができたという、いやもう、自負もあるわけですね。もう自負どころじゃないね。2002年のね。ね。4位になったんだよ。はい。で、その時に、俺、選手ね、4位か、裏方をまず呼んだの。あ、すごい、すごい。バッティングピッチャー、キャッチャー、用具係、はい、十何人いたよ。はい。それで、星野なんかそんな知らないよ。あ、それ田口さんがやられたんですか。俺が今、はい、みんな集まれよ。お前たち、何年間最下位やな。はい。言いたいことは何でも言ったら。もう、無礼講やと。はい。言っちゃダメなことは言わないから。うん。言ってこいくれと。うん。言っていいことは俺、星野に言って帰るから。ああ、みんなの意見聞いたわけだ、それ。ザー、出るわ、出るわ、出るわ、バンバカ、バンバカ。うん。熊みたいなの出るわけですね。入れたんだよ。で、最終的にみんなが言ったのは、僕たち優勝したいです。なるほど。ビール掛けしたいです。なるほど。分かった。つって、星野に、実は、裏方はみんなこういう。こう思ってると。うん。だから、これが帰ってくるよと。うん。ありがとう。だから、本当の工事っていうのはね、やっぱり選手と監督の間に入って、ね、意思の疎通をするのは本当のコーチだよ。そうですね。技術を教えるのも大事だけど、ハートがなきゃ、ね、選手なんて。そうですね。ちょっと、ある意味今、田村さんおっしゃったように、監督のイエスマンだけでもダメですよね。絶対ダメ。本当に物も載せる人ならダメですよね。だから俺さ、よくさ、メンバー表持ってくやん。はい。A 案、B 案持ってくんだよ。あ、田村さんか。あ、俺が持ってくんだよ。はい。はい、はい、はい。はい、どっちがいいですか。俺はもう A だと思ってる。B だなって言ったら、B なんですか？負けたら俺のせいじゃないですよって。うんうん、うん。あんたが選んだからだって、動かしてた。言われるんじゃない？あ、そうですか。そういうとこはね、A と O のね、ああ、なるほど。疎通というか、もうお互いに。あるんですね。分かってるんですね。そうそう。ああ。うん。それが面白かったよ。あの優勝した時は良かったですもんね。赤星のさよなら。赤星のさよならですね。今の15日というのは親父の命日だった。はい。それで最後に、星野抱き合ってね。ねえ、そうでした。何秒間の抱き合う写真が今までに飾ってあるけど、男同士で抱き合ったら気持ち悪いな。いやいや、でもあの勝負の試合になったら、素晴らしかったですね。やったなぁ、センちゃんやったなぁ。センちゃんと言われた。監督って言われた。私は同じユニフォームに来て、彼が死ぬまで監督って言ったの。あ、そうですか。初めて死んで、おかんの前で。センちゃんって言ったんですか。ありがとうって言った。はぁ。じゃあ、田口さんと星野さんの関係ってのは、阪神でユニフォームを着てからは、田口さんは星野さんと監督、監督とずっと呼んで、死ぬまで。もう言い続ける。あ、そうですか。それで、北京オリンピックの時、ね。あ、ジャパンのですね。うん。コージもいたんだよ。ねえ。コージは、1000円、1000円ってこう言ってたんだよ。うん。だから、宮本キャプテンがね。ねえ。田口さん、なんで同級生なのに。あ、監督、監督って言うんですか。お前、監督は監督だよ。同級生だって監督は監督なんだと。あ、まあ、そりゃそうですよ、ね。センちゃんじゃないんだと。ねえ。で、それからもう死ぬまでセンちゃんに言わなかった。あ、そうっすね。初めて死んだ時にセンちゃん。ありがとうね。ありがとう。ああ、そう、素晴らしいですね。そのものなんです。だから映画館。着地は外に来る。阪神の田中さん、コーチ時代っていうのは、一番印象に残る選手ってのは、やっぱ金本ですか？多分浜中だよ。あ、浜中だよ。そうね。4番でしたもんね。金本とか、金本の話をすると、うん、星野が、FA でね。ね、誰が3人あるけど誰が欲しいって言ったの。その3人ってのは、こういたわけですね。中村のり。あ、のり。ペタジーニ。ペタジーニ、うん、すごいな、これ。で、金本。金本。この3人の子がいたんですか、うん、いたの。だからね、そんなもん金本に決まってるじゃないの。ね、動くお前、教科書と一緒じゃないか。はい、まあまあそうですね。大和浩二監督やってんだから、彼亡くなったら、かわいそうだなと思ったら、バカ野郎、勝負の世界にかわいそうなんかあるかって、それが星野の。ああ、すごさ、強さですね。強さなんだ。そんなこと一緒に言ってられるか。ほんで、星野さんが、広島の金本を口説きに行くわけですか。そうです。元化されたって言ったよ、金本は。元化されましたって。でも彼も阪神に来て、うん、やっぱいい。そうですよね。で、阪神も変えましたしね。変えた彼の野球がですね。今、各が阪神変えたっていうのはね、2002年のね、はい、星野
監督就任からね、フロントを変えました。あ、まずまず、な誰を変えたのか。熊もオーナー変えたの。あ、そうでしたね。一番お金を出す人。はい。で、なぜかって言ったら、キャンプでね、ここいるでしょ。熊さんがいるでしょ。星野いるでしょ。俺、うん、はい。オーナー、ボロクソに言うんだよ。金をどこに捨ててると一緒じゃないですか。ああ、なるほど。こんな監督初めて見たと思ってさ。はいはいはい。オーナーをね、いじめちゃうんだから。監督が、ね。監督が。やっぱりこれ、これ星野の強さって、やっぱりどんなチームを営業してでもダメなものはダメだって。ああ、そういうことですね。それからね、フロントがね、ぐらーっと。変わっていったと思いますから。それから一本筋が通る。はい。で、この補強と言われる3人の中で金も通る。ほいで、タモさんの今の名前で浜中っていうのはやはり、生え抜きとして4番を出したいって気持ちがあったんですか。座生隊を作ってくれた。ああ、右ですしね。それでもう、もう毎晩、キャンプで、あいつを部屋に呼んで、ビデオを作って、今日のビデオこうだな、ああだなって言いながら、そうするとさ、星野がさ、症状があると、タオちゃんどこ行ったらいいのか、ちょうちょいじゃあって、そんなの俺言わないから、で、あとで、そこで、いろんな選手とこうやってたっていうのを後で上がってさ、そんな監督を言ってきますよなんて言うんですよね。いや、そりゃそうです、そりゃそうです。なんか自分の手柄にしたい。まあ、それはやな。いますね。いますね。安くましたよっていうのね。もうあの名前は出しませんけど、家族もいますね。それで俺は、忘れたいお疲れね、バットの位置はね、こうだ、ね、ああだ、こうだって。で、毎日練習でビデオ撮って、その晩来て、お前どうやった今日、調子は。ちょっとバットの位置はとか、それでいろいろ。でも浜野が結果出していってましたけど、これ、脱臼、これですね、脱臼ですね。脱臼。ここはそれ、これですよね。これでね、何ヶ月、守備に入れなくて。ですが、タムさん、今タムさんが浜中とのこういう練習の中で、浜中がこう、結果を残していき、うん、あのまま浜中が大きな怪我がなければ、うん、浜中の4番、金本の3番という形が、最高だった。もうベストですよね。あのね、俺、金本に最初のキャンプでね、お前、4番頼むぞったら、ね、僕4番頼むじゃないんですから。そう、それ聞きました、ほんと。3番でいいんですよ。最初の年ですよ。そうそうそう。そしたら浜中を4番につける。ベストですもんね。だから外国人、今岡がいて、いそうですね、あの赤星がいて、ね、もう最高のね、これで代打に、広沢がいて、八木がいて。あ、そうか。で、ダイソーに田中俊太がいて。はいはい。そういう意味で。いいバランスだったんですね。で、今岡は、ノムさんの時、ちょっと死んでましたから。だから、生き返ったんです。生き返ったんです。ノムさんが、僕はキャンプ見た時に、ダイソーが追いかけ、今岡のユニフォームの着方が気に入らないな。って言ってました。どこはなんかね、似合わないよな、みたいな。なんか、そんな、そこで今岡がね、もうちょっとね、はっきりと。毛嫌いって言うんだよ。ああ、まあまあ、そうだね。なんかね、ノブさんは、嫌いなのは嫌いなんだ。合わないみたいなんですよね。それからもう彼は。で、また今岡復活するわけですもんね。今岡はちょっと嫌だ、物静かなところで。そうです。あんまり喋る。どちらかというと、天才タイプの。そうそうそう。もう黙ってて。そういうタイプですよね。だから、今岡と、金本は、もう何も言わない。もう一人、言わないやつは矢野。はぁ。矢野のバッティングっていうのはね、小学生に教えてもいいぐらいの。うん。基本に忠実な。なるほど。だから俺は赤星、藤本、それから浜中。そういう連中をいつも喋りながら浜中にビデオまで撮って。なるほど。で、ビデオまで作ったのよ。それでやってた。そしたら肩壊して。これで、いまだに俺は後悔してるのは、田口さん、僕もそういうのを守りたいですから。ああ、で、行って、待って。いや、もう我慢しろって言ったんだよ。でまた、そう来週からもさ、やったんですよね。監督、浜中そろそろどうですかねと。ああ。俺があれ一番ノリの失敗。これでまだやった。それでやった。そう、終わったんですよね。だからこれ、星野さんのそういう運命を感じるのは、中日時代の監督時代に、今の矢野監督を阪神トレードを出してるんですよね。うん、で、星野さんが阪神の監督になられて、星野で勝つってのは、なんか運命的なものがありますよね。だから俺、
まあ、去年まあ2位になったけど、頑張ったから、やるんやったけど、天国で喜んでるね、なっつって。島野さんの存在ってのはどうですか？もう、島ちゃんは、我々高知業のお手本。余計なこと言わない。監督に対してもはっきり物言う。物言う？だから、物申す方なんですね。物申す。はっきりと。だから俺はよく1年目、島ちゃんと食事しながら、どうやって言ったらいい監督に。あ、まあ、あんまり友達も同級生なんだから、なんでも、そう、監督とコーチってそういうわけにはいかないけど、うん、監督何十年も、中日時代からやってるから。藤野と島野さんはね。島野方法ってどうやるのっていろいろ聞きながらね、言わない。あ、そうです。余計な口を。答え言わない。叩かない。島野さんらしいですね。島野さんの存在もやっぱ星野さんにとっては大きいってことですか？島ちゃんを殴して監督はない。あ、そうですか。それだけ素晴らしい。それやっぱ存在ですか。それだけ素晴らしい。はあ。私はもう一目も二目も、コーチとしたらもうトップクラスだね。あ、そうですか。だから俺は勉強、島ちゃんで勉強して。あ、そうですか。でこの阪神時代のコーチ時代の田村さんってもうすごい経験されてるんですね。いやいやいや、してるけど、でも本当にそれでな、2003年にソフトバンクに負けたじゃん。負けました。4勝3敗で。だから最初に、内弁慶シリーズ。2つ頂いて、で、さよなら、さよならが泣きなかったから。で、甲子園で3連勝してね。3連勝。よっしゃーって思ってきて、杉内にやられて。で、それで最後負けた時に、トイレ、グラウンドのトイレに行ったんだよ。うち俺辞めるぞって言うから、なんでやるの。いや、俺はもう十分責任果たした。はい、2年だよ。2年ですね。辞めるぞ。あのな、俺お前推薦してな、バックアップすればお前監督やれって言った。島根よ。あの時、初めて球団から言われたことない。星野から言われた。何言ってんやと、監督、俺は一年間じゃ死なばもろとも、そういう気持ちで来たんだから、一緒に辞めるって言ったら辞めるって言う。田村さんも辞めるよと。言ったはずだ、だから俺は別に未練も何もない。一緒に辞めるって言った、それで、その2004年が岡田。はいはい、そうです。で、2005年優勝。優勝です。そのからずっとね、俺はね、まあ評論家時代じゃないけど、星野とはね、どこ行くにも一緒だったんだよ。あ、そうですか。ああ、うち、今日行くぞ、つって。焼肉行こうや、寿司行こうや、つって。その場所でも俺は星野船長とは言わない。監督って言ったぞ。で、周りの友達が、偉いね。ずっと監督かよ。当たり前じゃねえか。死ぬまで監督じゃねえか。これでも多分素晴らしいですね。いくら同級生だったもんね、そういう立場のね、位置はね、そういうふうに立てないといかんねや。センチャーなんて言わないの。まあ、わかりますけど。で、その、ジャパンという日の丸をつけて、ユニフォームを着られるって、僕らも全く経験ないんですけども、ね、別物ですか、壁ね、日の丸背負ったらね、半端じゃないよ。半端じゃないですか。半端じゃない。